はい、どうもザッティックでございます。それでは前回続きからやっていきましょう。前回続き、もうそこら辺にいるですね、討伐クエストモンスターをバッタ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 なぎ倒しておったところでございます。今回続きからいきたいと思います。前回ね、極上スタードロップ云々の話をしてたと思うんですけど、極上スタードロップですね、なんと調べると、ゲットできるのが代表ガケツで、あの極上スタードロップの元になる星の結晶かなが代表ガケツで手に入るとのことでした。で、この後俺結局真理の巻物と虹色の化石を手に入れるために代表ガケツに行くので、そこで一石二鳥に集まるというわけですな。ということで、その時にしましょう。だから今は淡々とね、進めていきたいと思います、討伐クエスト。まあ、そうするとね、ちょっと斎藤とかのレベルが低い状態で結局クリアになってしまう可能性はあるんですけれど、まあそこはある意味致し方ないかなと思います。ここでは苦労呼べない。もうちょっと下がるな。よし、ちょっと下がっていこう。今回はですね、敵なんですけれども、今回の敵はですね、幻の大地モーヤの南西にあるヤドリカ島にいます。海の王者という名前だそうですね。ヤドリカ島っていうのはここじゃねえのか。モーヤの大地の南西って書いてあるよね。南西やからここよね。ここだよね、多分ね。ここ以外考えられない、ね、いるのこんなとこに。いる？いるじゃん。いた、こいつだ。どうすんのこれ、船？え、嘘、船で来るタイプ。ここやられたわ。船タイプだ、船タイプだ、船タイプ。船どこ？近いね、近いね、割と近いとこにあるね、船。よし、取りに行こう。船タイプモンスターだ。やられたわ。これ、はめられた。はめられた、はめられた。あ、騙されたよ、騙された。クロちゃんで楽しようと思ったんだけどな。ダメか。楽とかさせねえよって言われた。ここに船を捨ててきた。ここに船を。よしよしよし。俺の財宝か、つってね。この世の全てをそこに捨ててきたって言わんばかりに捨ててきた。よし。船久しぶりだね。よし、クロちゃん乗るようになってからお前のこと使ってなかったけど、久しぶりに役に立つ時が来たようだ。よし、行こう。船旅ですよ。皆さん、久しぶりの船旅でございます。ええ。このね、忘れ去ってたやつを思い出せってことなんだろうね。制作者たち的にはね。うん、お前たち、船での旅とかもう忘れてんだろみたいな。もうクロちゃんばっか使って空の旅ばっか満喫してんだろみたいな。思い出せよと。あの時、船を手に入れたあの感動を、みたいな。そういうことなんだ。よしよしよし。この一匹のモンスターを倒すだけにそういう意味をきっと込めているはず。そんなことにしておこう。意外と敵いっぱいいるな、海って。すげえな、敵の宝庫だな。まあ全部逃げ切るけど、全部逃げ切っていくけど。よーし、船で侵入するぞ。よーし、お待たせ。てめえ覚悟せよ。ホエルキング、ホエルンキング、ホエルキング、ホエルンキング。よーし、ホエルンキング君はですね、弱点、風、耐性、氷、水ということで、普通に殴れる。いくぞ、ガン殴りだぜ。ヒャッハー、 50! なかなか強い。お前、なかなかやるやないか。おお、強い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 。なかなかやるぞ、こいつ。おお、クジラ風情が図に乗りよって。おお、クジラ風情が。ちょっとおしゃれな、お前、ヒゲとかやっちゃって。なんか、顎ひげ、なんか、シャレ落ちな、なんか、反り込みとか入れちゃってね。やるやないか、お前。なかなか格好もお前ダンディズを目指してるらしいけど、ね、ボコボコにしたるからね。覚悟せよ。痛い痛い痛い。跳ねてきよる、跳ねてきよる。お前跳ねるってお前ポケモンやとな、クソザコい技やなの知ってたかお前。岩石ロック。ガンロックか。ガンロックからの、殴る。痛い痛い痛い。お、79も食らった。意外と。意外と斎藤でも79も食らった。なかなか強い、ね。なかなか強い。しかしお前はこれでエイジだ。いけ斎藤。やっちまえ。外す。斎藤くん外すね。斎藤くん技当たらない。斎藤くんの技の外し具合が半端ないね。もうちょっと命中率あってもいいんじゃないかな。斎藤くん。斎藤くん外す。斎藤くん外す。もうガンロック必須だね、君は。ガンロック必須、斎藤くん。斎藤くん、ガンロックないと戦えないから。てか、技は他にも使えるやろ、お前。ガンロックしかないわけじゃないやろ、多分。覚えさせてないからか。そうだな。ちょっとこの後、あれだね、技を整理しようか。おい、斎藤くん、ちょっと行けよ、頑張れ。行け行け。そんなこんなでチェンジルッチ。チェンジザルッチ。よし。だいぶね、ガンロックのおかげで減ってるからね。あとは押していこう。もうゴリ押しだ、ゴリ押し、こんなもん。もう相手、図体でかいからだ。でかい、足を狙い、足を。宙に浮いてるけどね。宙に浮いてるけど、この足から攻めていく。でかいやつはこう、足を攻撃して、こう、動きを鈍らせていくとこから始めていくんだ。よしよしよし。体重の重さをこう、逆にな、逆手に取っていく。よしよしよし。
いいぞいいぞルッチ、お前のこの低い位置への斬撃が効いてる効いてる効いてる、確実に相手にダメージを与えてるから、いいねいいね、この連続斬りで相手のローを入れるんだ、ローを入れた、だいぶローで弱ってきたところにこのねガンロック、すかさず開幕ガンロックかましていく、よし開幕ガンロックからの OK、 いいパンチ入った、いいパンチ入ったよ、最後ナイス、素晴らしい、何の実況だっつってよしよし、ちょっとさこれさ俺ビビ気になるね、ビビさ技全然伸びねえな、これ力ばっか伸びてんな、なんだこいつ、こいつは割と何遍だかね、器用さと素早さ上がってるのね、ビビのなんなあの技が全然伸びねえ感じ、何あいつ変なキャラだな、気持ち悪いキャラだね、よしどうしようかな、精神集中、連続斬り覚えてる、たたり闇討ち暗闇攻撃する、まあ、とりあえずこれにしとこうか今はね、で野生の焚き火、物理ダメージを与える、一体物理ダメージは体当たりの方が強いのかね、体当たりにしとこうか、で救いの光しかない、技全然覚えてねえじゃんお前さ、どういうことだ、岩石毒胞子癒しの雫、癒しの雫と救いの光にしとこうか、よし回復技にしとこう、大振りパンチっていう、これが怪しいもんな、もうなね、この技がすごい怪しいんだけど、デタラメ斬り全然覚えねえんだけど、このチョームとかさどうなってんだこいつら、いつになったら技を覚えんだろう、間違えた、で次来る最悪、来たる最悪、伝説のオカメシェンガンが出現、やつを引き寄せる大災害でレガ大陸が終わる状態だ、すぐにやつを退治してくれ、おおそんなヤバいやつがいるのか、シェンガンストーリー攻略後、こっからストーリー攻略後にしか発生しないやつが来ました、防具帝国がさらに東にある洞窟に入る前のところにいますよということで、防具帝国に飛びましょう、ちょっと丸の HP が MP が減ってますが、今の俺たちならそれでも押せると思いますので行きたいと思います、防具帝国の東にある洞窟の入り口、よしどれよ、おお走ってきた走ってきた、どこだ、あっこか、よし上にいるらしいな、よし行こう、こういう時にね、マップに表示される機能はね、非常に優秀ですね。ここだよ。あそこだ、あそこ。ここだよ。いける。いけない。どこも降りれない。ちょっと待って、ちょっともうちょっと行こう。もうちょっとこっちから行こう。こっから行くで。ここってさ、どこ通ってこれんのここ。ここ、あ、降りるとこあった。ちょっとここ、よし。これ降りれる場所、スッと行く、スッと行くね。スッと行って、この先にいるはず。こいつだね。そんな天才だらけだ。ちっちゃいモンスターの割には影響力すごいんやな。レガ大陸が大荒れらしいで、よしシェンガンと戦います、こいつは耐性物理とかじゃねえの、大丈夫か、シェンガンは負けないよ、風が耐性弱点属性なし、よしじゃあ普通に殴れる、いくぞー、カメ野郎が、わたお45ボチボチ食らうな、そこそこやるようやな、だがな俺の敵ではないということを教えてやろう、シェンガン野郎、こいつ多分あれ途中に溜めて、多分な防御力上げてきたりするで、そういう危険性がある、救いの光してきた、いいねいいねいいね、デーボレ回復技使えるようになったしね、硬いからデーボレ、うん、デーボレ硬いからさ、敵の攻撃多分全然食らわねえんだよこいつ、すげえ優秀なんだ、この3だぜ3、硬いねいいね、でも硬いやったら俺うちの斉藤さんもすげえ硬いから、ね、斉藤もめっちゃ硬いから任せる任せる、いいねいいねいいね、いい削り入ってるよ、さあ行こう斉藤、新技を見せてくれ、体当たりだ、おらーどう500強い、なんという強さ、斉藤の強さ半端ないぞこいつね、体当たりだ、体当たりしかも回復早いし、ウルアタック、強い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 、斉藤マジ強いなこいつ、どうするよこのキャラの強さ体当たりだ、はいドカーン、よいしょ強いめっちゃ強い、強すぎる、このさ全然食らわねえんだ、しかも敵の攻撃をさ、かかってこいよオラーぐらいのこの、おー全然敵の攻撃食らっても圧勝ぐらいのこの強さ、やばいねこいつ本当。どうするよこれ、優秀すぎんだろ、でちょっともう減ってきたから変えて、ルッチであとは殴るだけ、ひたすらね、ひたすらルッチで殴るだけ、お余裕だろこれ、余裕勝利だよ、おいお疲れ、何がお前伝説の亀じゃお前、そんなもん何が天才起こしまくや、おらお前天才の一つでも起こして、テンペストも一回でも撃ってみなさいよこの野郎、ザコは黙っていなさい、まあ余裕でしたね、楽勝楽勝、強くなった俺に敵なし、こいつはやっぱ技がすげえんだよな、技恐ろしいことだったもんね、
ビビはさ、やっぱりそうだよな、力だけおかしいよな、タフさと技だけ意味不明だろ、なんなんこれ。魔法防御、魔法攻撃はクソだってことだ。要するにな、魔法防御と魔法攻撃はもう捨てるんだ。そういう能力か。で、次か。よし、行こう。次行くぞ。次、伝説との遭遇。これが最後、スタンプもらえるクエストです。大きい塔南西、絶海の孤島、すべてが謎に包まれた伝説の魔物が絶海の孤島に現れた。持てる力のすべてを結集してくれ。見事に奴を打ち出させてくれ。さあ、強そうだね。非常に強そうだけど、なんかね、あんまりモンスターが強そうじゃないんだよな。うん。大きい塔ってことは、道頓堀から近いから、道頓堀にとりあえずテレポートして、回復してから行きましょうかね。まあ一応なんか強そうな、ノリは出されてるから、ちょっと回復してから行こうかな。でもなんか見てる感じそんな強そうじゃねえんだけどな、これ大丈夫か大丈夫か、全然強そうじゃねえけど。よし、入ろう。まあ余裕だね。うん。でもさ、あ、そうか、巨人倒すやつもあんだね。そうだそうだそうだ、巨人倒すやつもあるんだ、クエストとして。あれも行かなきゃいけない、それを忘れてる。よし、まあちょっとまた飛びそうで止まるよ。 OK、90、しょうがねえな、止まってやろうじゃねえか。商売だからな、世界の英雄というのも商売の頃にはちょっと逆らえないか。うん、セーブはいらない。よし、回復したぞ。よし、行くぜ。伝説とかいうの、伝説と対峙してきてやろう、この俺が。まあね、ボコボコにしてやるよ、ボコボコに。うん、もうこの左からもうボコボコだ、左から。うい、やっぱそうだね、次から各地にいるゴーレム倒す話になってきてますね。大変だな、ゴーレムもなかなか大変そうですからね。ここじゃなかったっけ、大きに通って。よし、大きに通ってここだったよね、確かね。違ったっけ、違ったっけ、南昇島や、全然違ったわ。大きに島から南西だから、じゃあ大きに島はあれか、道頓森があるところだ。でそっから南西にある絶海の孤島だ、あそこだね、絶対あそこじゃん。もうあそこしかないよ。よーし、じゃあ倒してやろうじゃねえか。絶海の孤島っつったらもうこの目の前にあるこれだろ、これ。おー、もう絶海の孤島感がすげえ、絶海の孤島感が、私が絶海の孤島ですって言わんばかりのこの孤島感だ、孤島感。ここだろ、ほら、いた、こいつだぜ。ほらね、ゴーレムなんですよ。見た目なんか全然伝説っぽくねえな、なんかしょべえな見た目しょべえな。耐性物理だ、またこいつも物理耐性持ってるやつだから、オリバーでガをゴリ押ししましょうか。さあ行こうか、テンペストゴリ押しだぜ。はい、テンペスト、はい。これはあと簡単な、ただ単純作業です。テンペスト打つだけど簡単な作業ですよ。よし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 、まあストーリークリア後に出てくる伝説かなんか知らんけど、世界の救世主様にかかれや、ちょっと噛んだ今、救世主様にかかれやね、余裕のよっちゃんってもんですよ。おお、もっとかかってこいよ、ほら。あ、意外とこいつ体力あんぞ、意外と体力あんぞこいつ、やるな。でもそんなの関係で MP すごいか、何発でも打てるから。ほらほら、もっとお前頑張れよ、おい、もっと頑張って攻撃してこいよ、ほら。テンペストの発生早いぜ、ほら、早く寄ってこないとすぐテンペスト撃っちゃうよ、次。また離れて、テンペスト。マジ嫌われる戦い方やな、これな。プレ PVP とかあったら、マジこんなにクソ嫌われるよね、こういうので、ね。撃って、ちょこっと撃って、ちょこっと下がってみたいな。はい、テンペスト。ちょっと接近した。残念、もうすぐテンペストで食らっちゃうから、君。はい、お疲れ。はい。避けちゃうよ。はい、逃げようね。はい、逃げちゃおうね。さあ、こっち寄ってこようとしてる。あー、やばい。余裕で間に合いまーす。余裕で間に合いまーす。テンペスト、ごっつぁんでーす。オッケーオッケーオッケー。いいねー。実にいいよ。ほら、ちょっと近くに寄ってみたわ。ちょっと牽制してみた。で、余裕で離れてからのテンペストです。はい。余裕で離れた。距離できたのね。楽勝だからね。よっしゃ。オッケー。さあ、来い、さあ、来い。どんどんかかってこいよ。さあ、魔法。でも意外とさ、HP すげえな、こいつ。HP すげえな。全然減らねえな。なんだこいつ。HP すげえぞ。全然減らねえぞ。どうなってんだ、こりゃ。これは減らないね。すげえ作業感出てんな。待って、これ、テンペスト以外の技の方が食らうんじゃねえ、これ。バルゼノン使ってみるか、一回。なんかダメージ効率悪い気がしてきたな。全然減らねえんだもん、だって全然。どうよ、バルゼノン君。
たまには使って。痛い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 、てめえはあんま調子乗んじゃねえぞ。はい、や撃て。どうだ、ドカーンと撃って。558、500の MP 使って、54使って558か。ってことはやっぱり18で200ちょっと与えてるテンペストの方が効率はいいんだな。これでも数打ってんの全然減らねえぞ、すげえな。やばい、ちょっと強かった、舐めてた、舐めとった舐めとった、ちょっと強いね。うん、ちょっと強いわ。どうすっかな。おっと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 、先回りされた、先回りされた、この野郎。おらおらおら、ボコボコしてやれ。よいしょ、おら、いいね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 、やっと半分だぜ。やっと半分で早くも MP なくなりそうなんだけど、マジかよ、マジか。ここまで MP なくなりそうやったことは未だかつてあっただろうか。いや、なかった。半後、半後的なね、半後的な、半後的な。よしよしよし、ちょっと MP 拾っとくよ。氷結とかいいんだ、お前もテンペスト打っとき、ひたすらひたすら、もうオンリーテンペストだよ。テンペスト、テンペスト、テンペストでいいんだよ、お前。ターボ、ターボ、ターベストみたいな感じだな。懐かしいですね、ターボ、ターボ、ターベスト。クラッシュバンディクレーシングですよ。やったことある人います？マリオカートばっかじゃないですか。クラッシュバンディクレーシングもね、意外と面白かったんですよ。そう、最近ね、ちょっとあれ、最近思った実況動画内での悲しいことをちょっとお話ししましょう。あのね、昔、いつだったかな、すげえ初期の頃の実況動画の時で言われたことがあったんですけど、ティンクさんって同じことを2回言うときは2回言いますよねって言われて。それをね、ちょっとね、思い出したらね、なんかすげえ今日もね、実況やりにくい。2回言ってること結構あるんですよね。ちょい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 同じことを2回連続で言ってて、ね、よくね、聞いてみてください。2回続けて同じこと言ってますから。うん。今日なんつったっけ？さっきなんか言ってたよね。なんか言ってたけど忘れた。忘れちゃったのね。あははんつって。あ、どうしよう。MP なくなった。MP なくなったな。ちょっと斎藤とか出してみる？斎藤とか出してみて。戦うやってみる？どうよ、斎藤。全然ダメージ入んない、斎藤。斎藤、こいつさ、勝て勝て。57でも入ってる。すげえ、斎藤。この敵の防御力でも57とか61入れていく。お前やっぱすげえわ。お前やっぱな、超エース格だぜ、俺の中の。俺の中のスーパーエース。もうちょっと攻撃ダメージさえ入ればさ、言うことねえんだけどさ、ちょっと入らなさすぎるよね。ダメージ全然入んないもん。オッケーオッケーオッケー。強い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 。ガチで殴り合い。こんなさ、でけえさ、ゴーレムとさ、もう刺しで正面から殴り合えるこの強さ。おこいや、おらっつって。すげえすげえすげえ、正面から殴り合えるから。正面から行けよ、正面から。よし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 。ガツガツいける、ガツガツ。斎藤がちょっとやばい、斎藤が切れそう。召喚タイムが切れ、召喚タイムが切れ。ルッチいっとく、ルッチ。ルッチ全然入んねえやろ、多分お前。お前全然攻撃入んねえと思うけど。うわ、10だ、10。こんなもんお前もうか、4、4、1だ。うんこレベルやな。よしよしよし、でもこういうね、こういう相手のひるませることができるから、お前でも。よし行け、よし行け。大丈夫、大丈夫。今はとりあえずね、ちょっとあいつだから。斎藤が復活するまでのお前、つなぎ。お前、つなぎだから。頑張れ。よしよし、もうすぐ斎藤行くぜろ、斎藤さん。斎藤さん、ちょ先輩任せろ、先輩に。斎藤先輩お願いします。斎藤先輩お願いします。よし、行こう。強い。おら、相手の攻撃がまず全然痛くねえもん。ダメージを食らうたんびに1回復するって、この凄さ。おら、なんだおめえ。上がってこい、おら。行け、斎藤、やっちまえ、お前のこのスーパーパンチをかませ。あ、MP 回復してる。回復してるよ、MP。ここはもう使っちゃえ。行け、体当たり。ふるよ。強い。まさかの体当たりさ、物理軽減、耐性ついてるのに、テンペストより食らってるからな。すげえな。まあ、MP 効率的にはテンペストの方がいいからさ、あれなんだけど。よし！よっしゃー！つば九郎紹介、スタンプもらえるクエストすべてクリアです！あざっす！こっからはですね、ゴーレムの話ですよ。騎士団のゴーレムのあいつの話です。ということでございます。北の大陸の滝の回廊、懐かしいね。すげえ懐かしい。あそこに行くとこからスタートですね。とりあえずそこに行くためには、ゴロネー牢獄から行くのが近いので、こっから、回復とクエスト報告して行きたいと思います。よし。さあ、ガンガン行くよ、ガンガン。で、次回までには、真理の巻物とかのあの辺をやってます。やろうと努力してます。で、多分やってる途中で、極上スタードロップが手に入ると思いますんで、極上スタードロップ使って斎藤進化させたいね。進化させたい。どうせそこですげえ時間かかるんやったら進化させたいなっていう気持ちはありますね。なんで進化させるシーンがあったらね、そこは実況動画で撮って、
あの動画の冒頭とかにつけます、うん、つける形にしようと思いますんで大丈夫ですよ。ちゃんと実況じゃないところで進化させないでおこうと思いますからね。つって一回進化させたことある気がするけどな進化させたことある気がするけどね。まあそこは細かいことは気にしないね。気にしない気にしない。よし、さあ報告に行こうぜ。アイテム一気にもらおう。英雄ジャンプ、この英雄ジャンプ、この英雄ジャンプ、よし来た。さあつば九郎ちゃん頑張ったんだよ俺。よし、よろず屋に報告するぜ。独特散歩 OK。 よし、スタンプ今49スタンプカード持ってんだ、すげえね。猫の爪、よし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 、さあ来い。3000ゴールド、お金ガンガン溜まってくね。お、スタンプすげえいった。8個サービスやって51枚もいって、一気にスタンプ、よっしゃ。51枚目やって、すごいね。こう考えると最初の頃からもう信じられへんぐらいいったね。この辺のさ、スタンプ数やばいぜね。ほいほいほい、すごいすごいすごい。スタンプ10個やって1回でもう1個丸々マックスまでいくんや。これでも端数なるくね。ね、端数出るよなこれ。あ、そうか、合成のやつやってねえからだ。あれの分が端数なんだ多分ね。よし、ほいほい。でもすげえ中途半端な端数だぜこれ。どうしようね。ライセンス交換できる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 。よし、英雄ヒール、これだろ、英雄ヒールだろ。よーし、歩くたび HP 回復するようになります。 OK。 あとはもう1個だけのはずなんだよクエスト的にはね、もらえるのは。よし、掲示板で1個だろ多分。合成の巨人だけやろこれだけ。ああ、合成の巨人が1,2,3,4,5,6,7。 え、これ7じゃん。今さ2個だろ、2個入れた後さ5だぜ。え、半端だよ、すごい。え、いいのこれで。すげえ半端だけどさ、大丈夫なんかなこれで。全部やってるよな、やってそうなんだけど全部。合成の超人だけだよね、ないのね。85で世界の中心終わってさ、その後さ討伐クエストで86、87、89、こっから90まで来て、100から119、120まで来た後、120から後がない。あ、そうだ、121からあとはまた後で出てくるんだよ。やっぱそうだ、全部やってるぜ。全部やってるのにスタンプの数がおかしい。合わないぞ。どういうことだ。え、最後1個だけ手に入らないのかもしかして。それはそれでさ、あれだぜ。じゃあ北の森の回廊行きましょうかね。よし、北の森って行けたっけ、これで。テレポートで行けたっけな、北の森。あ、行けるわ。よーっしゃ、行くぞー。滝の回廊にある黒い球体を調べる。よし、やってやろうじゃないか。まあ、ゴーレムが復活してるってことですね。各地にいた、これなんじゃっつってたあれが。よし、ちょっとマイクの位置確認しました。すいません。よし、さ、復活してんのかな。どこだろう。奥か、一番奥にいいんだな。よーし、まあまあまあやってやろう。久しぶりにおっさん喋りに行ってみるか。ね。おっさん喋りに行って、ちょっと世界救ったんよ俺。おっすみたいな。たまに話しかけに来てくれっつってたもんね。前アイテムもらったし。ちょっと一回話してみようか。ついでだからね。おっさん、久しぶりだな。あ、おっさんがよ。おっさんが見定めた少年は世界を救っちゃったよ。おっさん、おっす、久しい。おい、久しぶりーふ。どうもどうも。どうもどうも、私がティンクです。どうもどうも。どうもどうも。喋ってみようか。よし、おっす。話を聞かせよう。もう世界救ったとこまで話すよ。おう。うん。嘘、話して終わり、話して終わり。アイテムとかないんすか先輩。先輩マジかよ、ダメなジジイだなおい、マジか、ケチンボだな、ケチンボ。お前そういうケチンボはダメなんだぜ。ケチは嫌われるぞ。女の子にモテないぜ。まあ金をバカみたいに使うやつも逆もしかりだけどささあ、こっから懐かしいですね。初めてのダンジョンですね、こっから先は。まあさすがにここの敵はね、俺に向かってこないとは思いますけど、まあちょっとね、やっていきましょうか。さすがに俺には体当たりしてこえへんよな。まああの直線しか体当たりできない、あのバカ野郎は別として、普通のモンスターは俺には来ないよね。あ、懐かしいやついるね。懐かしいね。ここあれやったっけ、あのカッパみたいなやつがすげえ可愛いっつってた気がするんだよね。黄色い、黄色いカッパみたいなやつ。あいつじゃねえよ、お前じゃねえよ、お前じゃねえんだな。
お前か？お前だったっけ？うおーって、嘘！え？待って待って、あ、黄色いる、黄色いる、黄色いる、待って待って、ガリピオベータっている、こいつや、こいつ、ちょっと待って、オーケッツァルセッサーソブラピッチ、この木、この黄色で手に入るんだよアイテムが。でもここのモンスターじゃないんだよ、ここはダメなんだよ、ここはダメなんだよ、ここにいるモンスターはダメらしくて、代表画月で黄色が出てきたら、いいんだ、いいらしいんですよ。黄色いるじゃん、こいつだこいつ、よし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 、初めて見た、初めて。金色を仲間にできるらしいんだよね。お前ちょっとさ、来いよ。おら、一緒に仲間になろうぜ。お前、金色かっこいいやん。お、来いよ、おら。頑張ろう、お前。しかも、強え。金意外と強え、こいつ。意外と強え。ボス戦前にすげえ、減らされた。意外と強かった。びっくりした。絶対襲ってこうへんと思ったらいきなり襲ってきよったし、マジかよ。ホワイトパイプってなんだ。意外と経験値くれねえし、しかも。なんだ、ただの、あれか、アタックされただけ。つらつら、いやー、びっくりした、出てきたの金色、あれだよ、あれあれですよ。え、今普通のモンスターの見た目だったよね。え、違った、金だった、外見金だったのかな今。ああ、金だ金だ金だ、いるじゃん結構、すごい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 、え、結構いるじゃん金色さ。え、あんま出ないんじゃねえの金色って、結構いるじゃん、全然いるじゃんか。じゃあこれ代表かけてこいつらとさ戦えばいいだけなんだろ、こいつと戦ってさ、盗めばいいだけなんだろアイテム。あ、意外と総価率高いじゃんか。それともあれ、今は最初だからそんな感じなだけかな。え、ちょっと待って、わかんねえ。ちょっと、でも金色出てきた。カリピオの金だって。カリピオ可愛いよね。こいつ可愛いっつってた、一番最初。お前さ、一緒に旅に来ねえ。お前、金色だったらさ、選抜メンバーに加えてやってもいいよ。俺、金だったらちょっと考えるわ。うん。どうよ、嫌だ。嫌か。嫌か。断られちゃったね。うん。マジか、今外見で分かったね、明らかに金だったね。なるほどね、見た目からもう完全金色なんだ。でこっちのレベルが圧倒的に強かったらもうザコは逃げるから、金だけこっち、おーぶぶ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 、金だけ向かってくんだ。ほら、向かってきた、向かってきた、いるやん、いっぱいいるじゃん金色。え、カリピオアルファとかいんねんけど、ちょっと待って、ちょっと違うやつもいるやん。おい、なんだおめえ、おめえは誰だ、アルファってなんだ、あなたは、あなたは何者ですか。いたいたいた、くらやまれた、くらやまれた。え、なんかさ、すげえ風弱点だな、めっちゃ食らってるけどこいつ。ちょっとちょっと、お前何アルファって、進化系、カリピオって進化したアルファになるの。いやもうそんなことどうでもいい、ちょっと仲間にならねえお前さ。ちょっとさ、今のお前だったら俺はさ、パーティーに入れたいよ。おいでよカリピオ、ちょっといかつくなっちゃったけど黄色だから許すよ。やべえ、ちょっとすげえ欲しい意外と来るな、これいけるんちゃう、意外と集まんじゃねえ、ゴーゴー、そんな気がするわね、意外と集まりそうだな、代表が月でいけんじゃねえのこれはさ。どうなんだろうね、それともこの最初のここの森だけあれかな、モンスターのランク別にあったりするのかな、どうなんだろう。とりあえずここで回復して、よし、じゃあゴーレムいきますよ。本ちゃんはここじゃねえんだよ、この金色でテンション上がってる場合じゃねえんだよ、こいつじゃねえんだよ、俺は用事があるのは。奥にさ、復活してるゴーレム、機械マシンがいるからか、機械兵が。さあ、来た、黒い球体があるぞ、なんだお前は。ウルゴの野郎。おう、恐ろしい魔物がいてますよって匂いがプンプンしとるて。案内人が言うとった、ほころびってやつかいな。これほころびか、あれあれ、これほころびあれあれは、あいつが言ってたやつだ。ちょっと待って。違う、ほころびじゃなくて、俺が用事あんの、それじゃなくてさ、あれは、え、嘘、ちょっと待って。あ、幻の騎士だよが、これあれだ。うん。ごめんなさい、これあれだ、ダウンロードコンテンツですんだ。あ、じゃあ、ほころびですね。今回からほころびのクエストになるんですね。嘘ばっかり言ってた。よし、行くぞ。黒い球体、こいつと出てくるやつは、あ、主だ。普通に主らしい。なんかやばい感じや。おう。主が出てくるって書いてあるよ。違うの。なんか、ちょっと、模様替えされました。模様替え。模様替えされましたよね。どうしたのかな、おしゃれな感じになった、うん。物理は大丈夫だね。いける。よし。行くぞ、殴るぞ。ちょっと待って、HP ゲージ長くね？長いよな、HP ゲージさ。やべえね。ボスだからか。
まあいいや、まあほころびかなんか知らんが、ちょっとあれか、デフォルメされたバージョンのやつと戦えばいいわけか。おお、上等でやってやろうじゃねえか。言っとくけどな、俺お前めちゃめちゃ強なってんで、お前が倒せるような、お前ごときに倒される私ではないということを教えてやろう。っていうかさ、お前仲間になんねん。お前仲間にできたらすげえんだけども、めちゃめちゃ強いやん。ドラクエモンスターズみたいなことになるよね。2体分とか。こいつだと3体分くらいの大きさあるよね。よし、行こう。まあ、ここはね、おし、斎藤先輩に任せようぜ。斎藤先輩、体当たりだ！うるわ、よしよしよし。斎藤先輩強いから。斎藤先輩やっちまってください。先輩やっちゃってください。こいつボスやからあれかな。やっぱりやっぱしてきた。ちょっと待って。ちょっと待って。防御防御、はい、守る。どうだ、やっぱ使ってきたな。オラガード余裕。あ、そうか、この頃はオリバー一人やったからさ、全然余裕だな。一人タイプの攻撃なんだ。ジョンズ余裕だぞ、お前。おい、来いよ、俺。全 MP 使ってやるからかかってこい、俺。方向やって。ガードポイント、お前ら。体当たり、お前発動するかな。お、強い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 。硬直、あっ、この野郎。でも大丈夫、斎藤なら余裕だから。どうしたお前、その程度か。もっとかかってこいよ、おら。もっとかかってこいよ、おら。体当たりだ、うるわ。ボルトトップまた来る。ちょっと待って、数が早い早い。守る、はい、よし。斎藤さんね、弱点があってね、守るがないんだよね。チャンス来た、チャンス到来、チャンス到来。ここでの、ここでのチャンスはこれ行ってみる、これ行ってみる。バルゼノン発動、チャンスやから思いっきりため技を使っていくぜ。いけおら、さいや、どうや、いいダメージ入るんちゃう。よし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 、斎藤の体当たり波入ったよね。さあルチ行こうか。さあルチさん行こう、ルチさん半分以上減ってるよ。いいねいいね、結構強いけど、まあまあまあ余裕だね。さあ一回倒してるモンスターだからね、ここガードしときゃいいんだよ。大丈夫大丈夫、まあ1体しか狙えないから、こいつ。あ、2体攻撃になった、まさかの。チャンスチャンスチャンス、弱いなこいつ。ザコだザコ、ザコだザコ。このザコはもうボコしてしまう。ためろ、ためてー、ためてからの体当たり。あら、違うか、ためてから暴れるか、暴れるしかダメなんだな。はい、いたいたいた、やるなこいつ。なかなかやるぞ、なかなかやるぞ、なかなかやるぞ。ためろ使おう、ためろ、ためろ、ためて、ためて、暴れるんだ。暴れるが全然当たらねえ。暴れるの、暴れるのクソザコさ。暴れろやってんのさ、だって攻撃しねえもんこいつ。ダメだね、使えねえわ、使えねえ使えねえ。これザコだぞ、暴れろはザコだね。これはもうリストラ決定。体当たりが今のところ優秀すぎるから。先入れる、先入れた、よし。これはもう食らおう、しょうがない。あ、来いよ来いよ。84やって、その程度のダメージが。こんなもんガードするほどでもないよ。覚悟せよ、ほら。いた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 、チェンジルッチ、ゴリ寄せ。フェントが出てきてる、初めてフェントが出てきてるよ。フェンちゃん、フェンちゃん、でもあなた飲み口ヘボいんだよね。進化してないからね。よし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 、押せ押せ押せ、ゴリ寄せゴリ寄せ、来るぞ方向、硬直する。しかし関係ねえ、守りシュートだ。お前たちガードしとけ、俺だけゴリ寄そう。よし、大丈夫大丈夫、一人だけ硬直してるぐらいな、可愛らしいもんや。お前たち行くんだ、その隙にやっちまえ。俺がおとりになる。痛い痛い痛い、抱きしめ、抱きしめホールド的な技来た、抱きしめホールド的な。さあ来たよ、チェンジ、ガードポイント、戦うんだ。また硬直させられる、来いや。よしよしよし、痛い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 。で、俺も硬直してる。ボルトトップ、ここで来る、このタイミングで受けよう、しょうがない。これは体を縦にしよう。痛え痛えな、てめえ。体当たり、体と体のぶつかり合いだ。よしよしよし、こんなでかいやつに対してひるまない。斎藤さん大好きっす、こんなでかいやつもひるまないよ。斎藤強えから、お前このぐらいの頭体でやられないから。おし、体格差はもろともしない、この体当たり、素晴らしい。なんかあれやね、雪の森フォルムやね。おーおお、すごい爆発した。まあ倒したけど、ほころびかなんか知らんが、まあ余裕だったな。よっしゃーよっしゃー、こいつがね、早く強くなってほしい。全体的に強いな、ジェムはな。すごいな。よし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 。すごい上がり方してるね。能力値やばいね。倒したよ。これでいいの？意外とでも、体力とか減らなかったね。こんだけでいいんだ。あっけないな。意外と弱かったって感じかな。さあ、ちょっと時間もいい感じなんで、今回はここでセーブして終わりかな。代表ヶ月でちょっと頑張ってね、金のあれやりながらやっていきたいと思います。よし、ここで今回セーブしましょう。ここだな。はい、セーブ。上書きします。上書きなう。
上書きナウですよ。セーブ完了しました。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。また次回のパートを見てください。それではお疲れ様です。